はい、えー、速化塾のコブです。今回ねたまたまですけども面白い YouTube チャンネルを見つけたんですよ。それがですね「60代生涯独身樽を知る生き方」ということでこの動画は1個しか見てないんですけどもねあのタイトルとしては「62歳生涯独身男が後悔すること気がつけば還暦を過ぎた初老の義人になります」「やっぱり後悔することもありますが」というねタイトルですごく流暢に話されていましたよね。 うん、でこの方はね92歳のお母さんと暮らしてるそうなんですけども、うん、最大の後悔はあの子供を残せなかったったてことらしいですね62歳ともなるとさすがにねじゃああなたと子供を作りたいわっていう風な方はなかなかいないと思うんですよ。まあ、出産の上限もありますんで、まあ、出産しようと思ったらね20代とか30代前半ぐらいまでになると思います女性はね。 人のところに来るかって言ったらなかなか来ないと思いますしじゃあ年齢的に近い40代50代の女性がこの方と一緒にねなんかこうじゃあ暮らそうかってことになっても今度は年齢的にちょっとね子供ができにくいってこともありますまああのこの方も言われていたんですけどもあの加藤ちゃんとかねあとビートたけしさんみたいな方であの若い女性と結婚したりとかする例もありますよねでもでもよく考えてみるとね加藤ちゃんとかビートたけしっていうのは 日本人なら誰でも知ってる本当トップに君臨するぐらいの超有名人で超お金持ちで人格も豊かでね多くの方に喜ばれて支持されて人気者になってる人ですだから加藤ちゃんが大丈夫だからビートたけしが大丈夫だからっていうレベルで私たちはとても同じものが言えないってことなんですよ逆に言うとですね年の離れた女性とお、まあ、結婚なりね家庭を持つことを考えようと思ったらさすがに60代70代の 男が日本で一番ぐらいの何かを持ってないとちょっと無理だってことなんですよねきっとね本当にこれは限られた人だけになってくると思いますでこの方がね、あのーまあ、2番目に持っている後悔としてやっぱりこう生物としてオスとしてね家族が持てなかったってことらしいんですよまあ家族の族っていうのは、まあ、暴走族の族でもあるんですけどもこれチームってやつですだから一つのチームを率いて生きていくっていうね 群れのボスになるっていうことがまあなかったことが少し後悔かなと、まあ、それもですね一時的にあるコミュニティとか職場っていうくくりじゃなくってそんなの抜きにして自分という人間に対して集まってくれる奥さんや子供っていう一つのねチームがなかったことがなんか後悔だというふうに。 言われてましたね。動画概要欄に貼っておきますのでご覧いただければと思いますけどもさあここからね一般論の話になってきますけどもあのまあ、結婚しようかな恋愛しようかなと思う一番最初のハードルって恋愛をしようという異性に出会えるかどうかってことなんですよね。だから心密かに思いを寄せている人がいるっていうそんな現実が今あるとしたらそれは、ね、とってもラッキーなことです。恋をしたいけども対象となる女性がいない出会いがないっていうその人が一番不利なんですよ。 でも少なくともたまたま自分の生活圏内にちょっとお付き合いしてみようかなっていうふうな気持ちをそそられる女性がいるとしたらそれはねすごくラッキーなんですよそのラッキーなのに今度は自分が行動しないことによって時間だけ過ぎていくっていうのは非常にもったいないことだと思いますよねでもしかしてアクションを起こそうとするときに自分に自信がないからできないのかもしれませんじゃあ自信がないと思われる要素を潰していくことによって自信のある自分に変えていってね まあその過程で、えー、アプローチしていくってことはどうかなと思うんですよ。できないかなってことなんですよ。でそこでね、今回はね、女性に不人気な男性の特徴をいくつか並べてみますので、えー、まあ採点してみていただければと思います。ただし、このこれから並べるね、女性から見て男性に対して、これはないだろうみたいなね、あのネガティブな点ですよね。不利になる点。これが全部な,な,なくなったからといって、恋愛がうまくいくかどうかはわかりません。というのがね、 資格試験とか仕事とか世の中の仕組みほとんどのことっていうのは点数を取ればそれなりの責任とかね、えー、結論とかそれから報酬がいただけるんですよただ恋愛ってのは100点満点でも選ばれないってことが大いにあり得る世界ですからね、まあ、ですんでどこも落ち度がないのに選ばれないいわゆる縁がなかったってことはそれは覚悟しなければなりませんじゃあどんな点が 女性から見て男性のデメリットなのかちょっとお話していきましょう。一つはね一人っ子であることです、うん。やっぱり一人っ子に対して女性から見ると、うん、二の足を踏むところがあるらしいんで、これは変えられないじゃないですか。だから一人っ子が気にならないぐらい自分の人格なり収入を磨いていくっていう風なねそういう風な方向転換を図る必要があるんじゃないかなと思います。 一人っ子だからといって、最初から最後まで諦めるんじゃなくて、じゃあ、俺はこういう特徴を身につけていこうかなっていうのでいいと思うんですよ。はい、次はね、実家暮らしであるってことです。ですので、もしね、今、実家暮らしをしていて、恋愛をしようと思ってるんだったら、実家をすぐに出るか、もしくは、近々出る計画を立てた方がいいと思います。ね、実家暮らしはとにかく不利です、うん。やっぱりやめた方がいいですね。いや、男同士でも、実家暮らしだとね、やっぱりね、うん、うん、 イイいいいままちだそうう感覚はありますよ特に実家暮らし同士だったら思わないなと思いますけども完全に自分で家計を作ってる独立している立場からね男からすると実家暮らししてる男性はちょっとね楽してる手を抜いてるっていうところで、うん、まああの軽く見られるところはありますす女性性から男性を評価するとともっです。<laughs> ですんで実家暮らしだからってそんな差別するなよってう思うのは勝手ですけども。 でも、よそから見るとちょっっとととね、それはは不利ですす。よってことは認識した方がいいと思い思ますえ次はね何かの宗教に関わってるっててる、ね、この宗教への関わり方も熱心にむちゃくちゃやっていてちょっとね、えー、気を許せば勧誘に来る集会にこまめに出るっていうレベルから親がたまたま入っていて名義上その宗教には名を連ねているけれど関心もないしそころを抜けることを何とも思ってないっていうね、レベルもあります。 どちらかというと宗教には関わってない方がいいかなと思いますよね。うん、これはね、だからね、相手の女性にあの宗教によって縛ることがないということでもあるんですよ。まあ、ですんでねあの、女性の方が宗教を持っていたら、それに、えー、大いに付き合ってあげればいいんじゃないかなと思います。次が、あの年収ですね。年収が400万以下の方は、まず恋愛の対象としてはあもう見向きもされません。そう思った方がいいです。男性の立場からしてもね。あの仮に年収が 低くて年収だけで見るなよって思うんだったらじゃああなたは年収以外どんなところがあるんですかっていうふうな勝負になってくるんですよでそれがあるんだったら年収が低くてもまだいいと思いますけどねただ年収が低くて他に特徴もないってことになると、うん、なかなか恋愛の相手としては選ばれないと思いますなぜなら他にも年収が高い人はいますし年収が高くなくても優れた人格の持ち主とかいますからね、うん、でそうなるとせめて年収ぐらいは 600万上げとときましょううっってことになっちゃうんですよはい、次はねタバコですね、うん、タバコを吸う人は100%持てないですタバコを吸ってる男性に対して何かねいい印象を持つ方はいないと思いますですんでタバコを吸ってたらすぐやめた方がいいです前もお話ししましたけどタバコを吸うってことによって体臭が臭くなるんですよもう完全に血液が臭くなりますからねですんでこの染みついた匂いは数年間かけて取ることになっちゃいますんでそれからね本本気気ででで恋愛をして本気で一緒に住んで ともすれば子供を思うと思うんだったら、タバコっていうのはね、女性の体内にそのタバコのエキスが自動的に入ることになっちゃいますから、まあだからそういうね、本能的に自分を害する存在として見られちゃいますから、生理的に無理って言われますよね。タバコはね、数十年前だったらいざ知らず、今このね、令和や平成の時代にタバコを吸う男性は、得になることは一個もないんでね、すぐやめた方がいいです、はい。次はね、ダサい人ですね。 <laughs> 見た目がダサい人は全然ダメですねやっぱりね40代を過ぎれば特になんですけどもより自分の年齢と見た目に責任が持てる男性ではないとなんか年を取ったから年を取ったなりにねダサくなっちゃう人ってもう結局何にもないわけですよで女性はやっぱり見た目もすごく重視しますからなぜなら女性は自分の見た目をものすごく気にしてるからなんですよねだから男性に対しても 自分がやってるぐらいの美意識っていうのは持ってほしいというふうに思いますから男性だからだらしなくてもしょうがない男性だからおしゃれしなくてもしょうがないなんて思う女性は一人もいないですからね男性の多いな勘違いになりますこれはで次えっ、ー、と将来親と同居希望するような男性と一緒に暮らそうとか恋愛しようとは思いませんまあ同居するっていうのも嫌なんだけどもでも同居をしてくれっていうふうな精神的なね未熟さも女性から考えると頼りなくて 見ちゃいいられないそうですもちろん親を大切にするっていうことは大事なんですよでもそれが同居するってこととは全くわけが違うんですよだから同居するぐらいだったらその親の実家の近くに2人で住む家を作るっていうことだったらねまだいいんですけどもいや経済的に便利だから親と一緒に暮らそうよってこれ全然ダメですからねあのもっと言ったらね経済的に有利だから親と暮らそうっていう発想がもうダメなんですよあのまあ金のことは心配するなと。 俺たちは俺たちの城を作ろうぜっていう男性の方が女性としてはね頼もしくリーダーシップ持ってくれると自分のことを幸せにしてくれると感じるんじゃないかなと思うんですよもちろん女性の幸せは女性が作るものであり男性に依存するもんではないですよだけど男の立場として一人の人しかも自分がね大好きな女性を幸せする覚悟もないっていうふうに女性から見られたらどうですかねやっぱり言い逃れのできないような失点になると思うんですよ えー、ということでね、えーと、お話してきましたけども、最後にね、あのやっぱり年収のことなんですよ、うん。それから見た目のこと。この2つについてお話ししようと思います。年収についてはまあお話ししたんで、今回活躍しますけれども、見た目ですよね。もしね、自分の40を過ぎて、50を過ぎて、自分の見た目に責任や自信が持てないんだったら、どう思います相当中身を鍛えてないとダメですよ。いや、男は見た目じゃねえよって言うんだったらね、中身だよって言うんだったら、 じゃあ中身があなたはどここまででで素晴らしい人ななんんすすかっってことになっちゃうんですよ有能であり稼ぐ力もあって、えー、穏やかでね人格もよくそしてユーモアに富んだそんな中身ですかってことなんですよ。ちゃんと将来設計ができて緻密な計算のもとに人生を組み上げているそれでいて、えー、臨機応変な対応もできて特別なあ突発的な事象にもきちんとね 慌てずに対応でできるそんな中身の持ち主だったらいいんですよ要するに見た目がイケメンでないんだったら中身をイケメンにしてないとどっちもなんどっちもどっちも何もないですっていうのはやっぱりね選ばれないと思いますよ逆の立場で私たちも女性をね外見で選ぶところ多いと思いますよ外見年齢ででも中身もちゃんと見るじゃないですか両方ダメな人って恋愛するそんなね対象になりますかってことなんですよ いいところがない人に行く人ってのはなかなかいないと思いますからねそういう奇特な人はねダメ男が好きとかねダメンズ好きとかねダメ女子が好きとかなかなかないと思いますよ、うん、やっぱり自分を高めてくれる人とか自分と過ごしてお互いに楽しい人とかね将来に展望が持てる人とか不安のない人そんな人に惹かれるんじゃないかなと思いますけどもあなた誰かに安心安全を与えることができるでしょうかそして安心安全にはコストがかかります 時間もかかります人格や人脈も必要ですいろんなものが揃わないとできないわけですよだから何もなければこれからも何もない自分が出来上がりでございますので、ね、今日からでも始めることをお勧めしますとりあえずやめた方がいいものはいくつか申し上げましたタバコ、ダサい、同居希望、一人っ子、実家暮らし、宗教年収400万円以下ね、こういう状況に一つでも当てはまるもしくは二つ以上当てはまったら相当やばいと思った方がいいです 状況は刻一刻不利になるばかりでございます精一杯ね自分の内側磨き外側磨きしっかりして自分の理想の恋愛と結婚を掴んでいきましょうそれではいたせい。